あなたの素晴らしいアイディアのおかげで皆さん喜んでらっしゃるって聞いたわよ。光栄です。これからも仕事に邁進し世の中を豊かにしていきたいです。ペンギン。抵抗ペンギン。仕事だけの人生を送るとどうなるのか。ペンギン、この仕事よろしく。自分でやれ。人生長いんだから仕事ばっかりしててもダメダメ。自由な時間を作るのも大事だよ。就業時間中に自由時間を作るの。ペンギン、パンダ、今度職員開発事業に手を出すんだが何かアイディアをくれないか。唐突すぎるだろ。まったく思いつきません。考えてから言え。の、ひらめいたぞ。こんなのはどうだ。お湯を沸かさなくても水を注ぐだけでできる熱々カップ麺。これはいけそうだな。早速技術開発部に作らせてみよう。大量に売れ残ったぞ。お前のせいで我が社は大赤字だ。そんな。どう落とし前つけるの。ほらほら。なんでお前まで責めるんだよ。先日起こった大型台風の被災地です。こちらではこの水だけカップ麺が活躍しています。水なのに熱々ラーメンうま。開発者に感謝。あれは我が社の。うわあ、災害時の非常食として評判になって爆発的に売れ始めてます。ペンギン表彰。お前は最高だ。いやあ、最初から売れると分かっていたぞ俺は。華麗すぎる手のひら返し。よし、このままさらなる商品開発をやってくれるか。それは苦しく不安な状況でしたが、こうして温かいものが食べられて心が落ち着きました。このカップラーメンのおかげで本当に助かりました。分かった、やってみよう。頼んだぞ。ま、これからも頑張ってくれたまえ。お前はどういう立ち位置なの。仕事にやりがいを感じる。おはよう。ペンギン、ずいぶん早いね。の、もう朝か。え、気づいてなかったの。アイディアを考えていたら時間を忘れていた。だいぶ煮詰まってるみたいだね。それが逆なんだ。アイディアが溢れて止まらない。そうなの。被災地の人たちが苦しい状況の中で自分の企画した商品を美味しいと笑顔で食べていた姿を見て、今までになく仕事にやりがいを感じたんだ。へえ。仕事を通して誰かを笑顔にできるのは素晴らしいことだと気づけたんだ。これが仕事の楽しさか。おお、何さ。またいいアイディアが浮かんだぞ。これならいけるぞ。まあほどほどにね。仕事以外のことをする気力がなくなる。なしろちろといらないわ。そんな、なぜ。軽く打って待つだけで熱々ご飯が炊けるもの。なんだって。某企画から新発売。こいつはかなねえ。発売直後なのにもう注文が殺到してます。ガッポガッポで笑いが止まらん。よかったぞペンギン。もっともっとだ。次もいいものを作るぞ。なんか目が血走ってる。その調子だ。連休は温泉に行って食べ歩きしてきたんだ。自分は映画を見たりしてまったり過ごしました。転売は何をしたんですか。毎日出社してアイディアを考えていた。それじゃあ仕事のために生きてるみたいじゃないか。そうですよ。休日は遊んだりのんびりしたりしてリフレッシュしないとです。いや、今は仕事が楽しくて仕方ないんだ。よし、今日も働きまくるぞ。ペンパイ。趣味や付き合いより仕事を優先する。ねえペンギン、今度の休日遊びに行こうよ。いや、仕事があるんだ。ダメ、絶対ダメ。行こう。行ってくれないと毎秒メッセージ送るよ。束縛がひどい彼女か。まあたまには休むのもいいか。何をするんだ。二人でランチでも食べながらおしゃべり。わかった。休日。お待たせ。この人たちは。こんにちは。今日の合コン楽しみにしてました。よろしくお願いします。合コンだと。おい、どういうことだパンダ。だって正直に言ったら来なかったんでしょ。いいから楽しもうよ。結局なんだかんだ意気投合し連絡先を交換するペンギンだった。今度の週末、二人で食事に行きませんか？はい、ぜひ行きましょう。上司からだ。はい、もしもし。よう、ペンギン。急だが今度の週末、企画会議をやろうと思うんだが、大丈夫か？週末は。
合コンの女の子といい雰囲気だったじゃん。今度ご飯とか行かないの？仕事だから断った。紹介してくれたパンダには悪いが、食事に行けたとしてもこの先同じようなことがあれば自分はきっと仕事を優先していた。そんな、相手のためにも逆に行かなくてよかったんだ。それは違う。ペギン、至急話がある、来てくれ。わかった。喜べペンギン、出世だ。え、業績が認められ、海外に配属になった。頑張ってこい。本当か、さらに頑張るぞ。充実した経験をしないまま年を取る。30年後、俺は渡航先で研究を終え日本に戻ってきたのだった。久しぶりの日本だな。パンダ、パンダじゃないか。え、誰ですか？ペンギンだ。忘れたのか？あれ、ペンギンじゃん。久しぶり。パパの友達なの？パパ、そうか、道理で似てると思った。パンダの息子だったのか。そうだよ。あれからもう30年経つもんな。これから子供たちと一緒にパン教室に行くんだ。へえ、すごい趣味だな。趣味は他にもたくさんあるよ。ボルダリングとかサバゲーとか。今度ペンギンも一緒にやらない？いや、仕事があるからな。遠慮しておく。それじゃあ。待ってペンギン。よかったのか、子供との遊びを急にキャンセルして。いいないいな、埋め合わせはするし。ところでペンギンは30年間何をしてたの？ひたすら仕事をしていた。趣味はないの？恋人作ったりとかさ。考えたことはあるが、仕事の方が大事だからな。そんな人生寂しくない？いや、全く。そう、すまん、会社からだ。はい、ペンギンです。え、俺がテッの部屋に出演？はい、わかりました、すぐ行きます。どこ行くの？業績は認められてテレビ出演だ。打ち合わせに行ってくる。またな。ちょっと、ま、もう行っちゃった。パンダは仕事ばかりで寂しくないのかと聞いていたが、仕事はやりがいもあるしお金もあるから、こうしていい部屋にも住めて欲しいものも何でも手に入っている。この生活をどうして寂しいと思うのかわからないな。まあいい、よし、これからも仕事頑張るぞ。何見てるの？ああ、パパの友達が出てるんだよ。仕事はやりがいがあるし誰かの役に立ててとても幸せです。確かにペンギンは成功して世間からも称賛されてるけど、僕たちは仕事をずっとできるわけじゃないんだよ。趣味や恋愛、そんなものに時間を使うなら仕事をしていたいですね。時間は有限ですから。僕たちは年を取ったり体を壊して働けなくなる日がいつか必ず来る。仕事が生きがいなので仕事さえあれば何でもいいです。その時ペンギンは何を生きがいにして生きていくんだろう。俺の仕事で誰かが笑顔になっている、それだけでいいんです。僕はもう君の笑顔をずっと見てないよ。最近なんだか誰かに監視されてる気がするんだ。無性に視線を感じるの。その視線の正体は俺だ。ペンギン、僕の可愛さにとうとう魅了されちゃったの？次回、日常生活を監視されるとどうなるのか。お前が仕事するように睨みつけてるだけだぞ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。